はいえ、皆さんこんにちは。アガルートアカデミー専任講師の富川ですえ、今回はですねえ。予備試験の難易度という点についてえ、少し解説していきたいと思います。でえ、予備試験の難易度まあ、予備試験が難しい試験なんですか？っていうところなんですが、これはえまずは合格率から見ていただくのが早いかなと思います。で、予備試験の合格率は近年まえ、あ、4%台。 だいたい4%前後で推移しています。なので、まあ、数字だけ見ても一桁パーセントしか合格しないという意味で難しい試験だということになります。で、予備試験が難しいことは知ってると。で、問題はその難しい予備試験、なんで難しいのかっていうところですよね。その点を。 ふ普段指導している観点からなぜ予備試験が難しいのかっていうところについて私なりの考え少しお話しできればと思います。で予備試験が難しい理由僕は大きく分けて2つあるかなと思っています。で予備試験論文式試験だけでも出題される科目10科目あります。1つ1つ見ていくと 民民法商法法事訴訟法刑法刑事訴訟法憲法行政法民事実務刑事実務選択科目ということで全部で10科目勉強しななきゃいけないけんですよねでこの、えー、それぞれの分野自体が一、えー、つの分野すぐに勉強終わりますかっていうとこれ全然終わらなくて民法とか、えー、この商法ですね なんうで例えば、ー、この憲法とか行政法については条文数そこまで多くないですがとてもたくさんの判例を学ばなきゃいけないみたいな感じで各科目かなり重いんですよねなのでこの10科目全て勉強しようと思ったら、えー、かなりの時間が必要になります。 で、えー、全体を回すのにですらかなりの時間が必要だということになるとこれ何が起こるかっていうと途中ででなるんですよ、ね、まあ大体皆さんどこの予備校でも、まあ、民法とか憲法から始まるかなと思うんですが、まあ、最初やる気あって、えー、と憲法とか民法めっちゃ効くんですけどどんどんやっているうちにあれなんかあんまり面白くないなとかあれこのままやってても自分受かるんだろうかとか。 どどんどん不安になってきてやる気モチベーションが下がってしまうとで、えー、結構多くの人が途中ぐらいで「ああもうやっぱりやめるか」とか、えー「やめるか」とかいうふうな決意はなくてもなし崩し的に動画講義の動画を見なくなってしまうみたいなことが多くあるんじゃないかなと思っています。なのののでで科目数がが多多いいかつつつ分量 そもそも一、えー、回しするだけでも大変というのが予備試験の難しさの一つなんじゃないかなと思います。で、えー、予備試験の難しさ二つ目は論文式試験が課されているところかなと思います。で、この論文式試験なぜ難しいのかっていうと、これ私の感覚なんですけど、えー、真っさら中身をまあ四枚渡されて。 え時間内に自分の考えを変えてくださいっていう風に言われることってあんまり中学校とか高校までの勉強の経験であんまりないんですよねなのでこの司法試験予備試験の勉強をして初めて論文式の試験っていうものを書くことになりましたっていう人結構多いと思います なのでどんなふうに勉強していいのかわからないどんなふうに書けばいいのかわからないっていうところでそもそもつまずいてしまう知識があるかっていうレベルではなく論文の試験ってどんなふうに取り組めばいいのかっていうところの超入り口の段階でつまずいてしまうことがあるのでこの論文式試験というのは難しいというふうに言えると思います。 でえー、どういうふうに書くのかっていうところなんですがこれなかなかテキストとかを読んだり動画で説明してもらったりしてもなかなか、えー、身につくものじゃないいんですすよねすぐに身に,つき、えー、すぐに身につくといった性質のものもじゃな,いですなのでなかなか自分一人で勉強してると書けるようにならないということでここでも挫折が出てきちゃうんですよね。 うん、なので予備試験の勉強ってそもそも科目数めちゃくちゃ多くて挫折してしまいがちとかえ論文式試験どうやって書けばいいのかどういうふうに勉強すればいいのかっていうこの試験形式特有のところでも挫折してしまう可能性があるということで。 この2つの大きな挫折のポイントここが難しさの1要素なんじゃないかなと思います。で、えー、この科目数の多さっていうのはどういうふうに挫折乗り越えていけばいいのかっていうと結論的にはしっかりスケジュールを立てるとか、まあ、モチベーションを保つみたいなところしか結論ありません。 でご自身でしっかりこの10科目分の勉強スケジュール立てれますよっていう人だったらこれ自分一人で勉強を進めていただけるかなと思うんですがなかなか多くの人は1年とか2年とかそういう長いスパンで計画を立てるっていう経験あんまりないかなと思うのでアガルトではこの科目数の多さ 計画,立て計画を立てるところの難しさっていうところを補うためにマネジメントオプションっていうオプションをご用意してますという感じですね。でもう一つ論文式試験での挫折ですがこれさっきも言った通りなかなかテキスト読んだり動画で教えてもらっても自分で手を動かさないとできるようにはなんないんですよね。で自分で手を動かしたとしても自分が書いた答案 これがよく書けているのか書けていないのかって自分では評価できないです。なのでこの論文式試験って自分が書いたものを人に見てもらわないとなかなか成長しにくいんですよね。なのでこの点についてもアガルートではマネジメントオプションの中で週1回論文だいたい2通ぐらいですね2通書いてきてもらってそれを 添削して指導するとそうするとまた次の週ですね前の週に言われたことを生かして書いてみようで評価を受けようっていうことをまあ1年とか1年半やってもらうと論文の実力つきやすくな,りますなので、えー、予備試験、まあ、この2つの観点でかなり難しいところはあるんですが予備校とかを利用してもらうと少しは挫折しにくくなるんじゃないかなというふうに思っています。 はい、えー、以上が私が思う予備試験の、えー、難しさでした、えー、今回の予備試験の難易度に関する解説は以上で終わりたいと思いますありがとうございました